まあまあ大変ですな。っていうかさ、あのさ、あれも面白いな。テスラの会長、プーチンに喧嘩売ってんのを受けたんだけど。なあ。めっちゃ受けたんだけど。怒らんのよ。そこはよ、中国はうまくやるよ。結局のところ、やっぱり経済を優先するから、中国は。メンツが守れりゃ、あとは銭取るから。ああ、そうそう。そこら辺のね。でも、それで、テスラが、まあ、リードしてるんだけど、逆には、中国国内でも今、EV 系が、結構、増えてきてるんでしょ？もう、なんかさ、CM とかでもさ、トヨタがさ、何台、EV も、PHEV も電気自動車もなんつってやってっけど、もう遅いんだよな。3年ぐらい遅いよな。マジで。だからさ、俺前に言ったよ、3年前ぐらいにさ。あれな、みんな思い出して、ベータと VHS の競争で、なんで、カセットテープ統一規格にしなかったの？だからソニー負けたんじゃん。ソニーの方が圧倒的に画質がいいのに。ベータがシェアが増えたんだから。で、そういうことを言うと、ね、今回の件で言うと、ん？マジで日本って世界の流れに乗り遅れてます。だ、俺がね、街中に、充電スタンドとか、作る予算を、やるぐらいだったら、俺ね、ワンタッチでガチャって、入れれる？統一規格の、充電電池？それをスタンドに売らせりゃいいと思う。そしたらガソリン売れなくても満タン充電でこれで空のを下げりゃいいんだ。で、今度はその空のをスタンドが次に来た人に売りゃいいんだから。物は回ってくんだから。余らねえ。そうでしょ。これ2年、2、3年前ぐらいに言ったな、それ。メイドインチャイナ。まあ、チャイナも多いし、タイランドも多いよな。VHS のビデオテープ、VHS の当時の西田敏行の
あれ見た？映画。見た？うん。えぐいよな、あれな。もう、引っ張り、足の引っ張り、あれな、俺な、アイワがひよったな。ソニーに、べったりだったアイワが、一瞬ひよったんだよ。いや、釣りバカじゃないね。うん。懐かしいでしょ、うん、まあまあなんだろうな、あれだけのいわゆる企業だから、企業戦争だよね今。あの世の中は、世界はね、本ちゃん戦争やってるけど、あれはいわゆる企業戦争だから、知恵使って血が流れない戦争をやったわけじゃん。まあ流れないと言ったら変だけど、あれで首くくったやつもいっぱいいるわけよ。いや、ビデオセンスって、まあまあ、そう言われてんのもそうだけど、うん。あれな、圧倒的にね、ベータの不利は、録画時間の短さ。ここに尽きる。あれね、高画質にこだわった、ソニーが、録画時間が短すぎた。VHS は長時間録画できるテープにしたから、多少ザラっても録画できてた。だから、あれだよ、当時、あれだよ、松下幸之助が、まだ生きてたわけじゃん。どうするかをお伺い立てに行くわけじゃん、みんな。V につくのか、ベータにつくのかで、一気に、ひっくり返っちゃうからな。で、松下幸之助が、VHS で行くって。うちも VHS で売り出すって言ったら、一気に世界っていうか、日本の、まあ日本っていうかな、シェアが、もう、ベータいなくなったよな、あれな。だからな。でもそこはよ、だから例えば商社なんていうのは、海外とのプレゼンとかで、あれ毎回戦争やってんだね。勝つか負けるかの何十億の商談やってよ、分取りゃ勝ち組だよ、負けりゃクソミソだからね。うん。ぶるっちゃうだよ、お前。ああ。アフリカとインドの時代っすね。
リカはな、中国の手が入ってるからな、地味に嫌なんだよね。インドはまだそこまでじゃないから、まあいいけど。でも、逆に言えば、松下幸之助の選択は間違ってなかったってことだろ？その後の VHS のビデオテープ、もしくはビデオデッキの普及があれだけ爆発的に各家庭に増えたってことは、あの人は先見があったってことだろ。こっちで行くって。要するにパナソニックをソニーが取り込みたかったの。親分を。うちはベータっていうこういうテープで勝負しますと。デッキはこういうので。向こうは VHS で、VHS のデッキで。社長のところはどっち開発しますかってなった時に、まあ結局のところ VHS 行ったんだよな。アサバティカ？あのね、サバティカね、インドがね、意外とね、あの、宗教国だから、結構、なんかね、のんびりしてるぜ。だってよ、死体が流れてくる川で、沐浴してんだぜ。ガンジス川のほとりで。もうよ、もう何度も、そう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 。和歌山の、松下幸之助って和歌山出身なの？俺さ、和歌山って言ったらあれ何？40億を女に貢いだ男。あの、毒殺された男。誰だっけ、あれ。日本もパクられちゃったけど。痛いな。ドンファン、ドンファン。紀州のドンファン。あんな、ウケんだけど。で、あれだって席入ってなかったらしいじゃん。内縁関係だったらしいよ。で、お手伝いも体の関係あったみたいな。もともとお手伝いが関係があったのを、ドンファンが外に飲み行ってて、気に入った女を家に連れ込んで、面倒見てたわけだから。で、お手伝いがやきもち焼いて、意地悪したりなんだりって、あの人、出てってもらってもらってって言っても、聞いてもらえないから、つって。だって、保守上がるじゃん。だから、俺ね、でもね、ルシルフル、林真澄の、あのね、DNA 鑑定？毒の鑑定結果は、現代だったら、下手すりゃひっくり返ってんじゃねえかなって。いや、あの当時だったら、
そこまで精度高くねえだろ。今だったらバチーンってビンゴで合うもんな。もうグーの音も出ねえのにな。だってさ、ルシルフル、俺もさ、そういうの不思議なんだよ。なんでさ、林真澄なんて旦那いてさ、あんな家住んでさ、何不自由なく、へえって生きてたのに、なんでお祭りのカレーの時に、ヒ素なんかぶっ込んでんのっていう話じゃん。うん。長男が面会に行ってるみたいだけどね。まあ死刑判決が出てるから、食べ物とかは別に死刑だから、死をもって刑の終了だから、それまでは何食ったっていいんだよ。外からいくらでも入るから。ルシルフル？ああ、そう。ドンファンの会社の金庫に入る。そう、アイちゃんな。あのよ、ドンファンのあの内縁の女、港区の高層マンションに着火し、タワマン買って、住んでたで。そしてその後パクられた。ウケんだけど。キャバ嬢。ダメだよ。やってるわさ。いやいやいや、もうさ。もうちょっとよ。だから誰かがもうちょっと裏で知恵つけてやれって言うんだよ。女がやったってダメなんだって。色仕掛けは、色で落ちる、もう猛禄じじいだからと思ったんじゃねえの？そうじゃない。男は金を持てば、警戒するよ。ああ。港区じゃったっけな、品川だったっけ、うん、俺の記憶では港区かなんかだったと思うな。恵比寿かな、どこだったっけな。ええとこだよ。ああ、オークションでしょあれ。いいな、オークションになんか住んでみたいな。俺の家、天井も低いし、坊ちゃんには喫煙所って言われるし、空気臭いし、最悪だよ。俺の部屋臭いとかさ。フィーラータワマン？おいおいおい。ルシルフル、夜中にお前火災報知器鳴るのたまわんなわけねえだろうよお前。いやまあ、あれはだから久し、あれはマゼさんが借りてくれてたの。うん。あの家賃は俺 自腹では払えないよ。あそこ176,000円だからね、毎月。うん。俺あそこの家賃一回も払ったことねえもん。うん。で、部屋あるじゃん。2LDK だから。で、ゲルギが遊びに来たりとか来なかったりとか、あと、なんか、今日は給料日とか、金取りに来たりとか、ラッパ飲み？そういうこと言わない。うん。
あのね、まあまあこういうこと言うとあれだけど、坊ちゃんは実地が韓国だから全く臭くない。もう今は日本国籍を取得してるけど、お前ら韓国人臭くねえぞ。無臭、匂いがつかない無臭だ。うん。おい、いる？ここに韓国の女と付き合ったことあるやつとか。匂わんよな。わかる？リンカン。ほぼほぼ匂わないんじゃないの？うん。だから逆に言えば、韓国コスメが日本人にめっちゃ売れるんだよ。だってわざわざさ、日本人がさ、飛行機乗ってさ、韓国まで行ってコスメ買いに行くんだぜ。そうだろ？そうでしょ？うん。まあまあ、いいのか悪いのかわかんないけどさ。まあ、実際問題の、ブランドショップがね、舞ちゃん、いや飛行機代差し引いても、でもあれだろ、韓国まで行かねえと買えねえわけじゃん。往復のチケット入れても安いのかね。まあ日本の何を買うかにもよるよ。 SK2 は高いぞ。おい、びっくりしたよこれ。 50g 46,500円、なんじゃこれみたいな思った俺。昔な、うん、50g 46,500円で、俺ちょっと言ったことあるんだけど、そしたら、あ、まあこれじゃないけど、あのワインのボトル、あんたのこの1本ボトルいくらって。もう俺すいませんもうギブ。負けだ。完全に負けだ。すいません。はい。韓国エステが気持ちいいらしい。俺は、あんまりマッサージされると、まあ、マッサージはな。うん。俺の体に触る人はたった一人って決めてるから。うん、もう今根腐ってんだよあれ。ねえ、みんなの、男はそう言われたら弱いよね。でも林間もよく俺の放送見てるけど、よくしてくれてんだろあの子は俺に。それをさ、某じいさんがさ、アルファベットのあれは佐野を殺そうとしてるとか言っちゃまずいべや。
だってあんたなんでいきなりこっちに入り込んできてんのみたいな。うん。キモくないよ。昨日だって13時間一緒にいたよ。高校野球1回戦、2回戦、3回戦全部見たよ。2人で。てーん、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 てーん。くそかい外式長えな、この野郎、と思って。バカだよ、と。あ、ここだよ。てー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 ねーて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 ーんてGoodjob. いいだろ？お前らミスしたな、この野郎。この野郎、4時間やんねえかんな、この野郎、ミスしよう。コメントしらや、この野郎。この野郎。もう眠くなったのかよ。この野郎。ちゃんとすれや、俺だってよ。今日1時間しか寝てね、1時間半ぐらいな。さわてありがとう。でもな。やっぱり、なんだろう、選抜はあんまり、あ、でもね、今回の選抜は、ブラバンが入ったのは、一つ進歩だね。やっぱりね、池田って四国のか、山彦、津田監督か、津田死んだじゃないか、もうとっくの昔に。あれベンチ座って足プランパナのおじさんだろ。もう有名だよあれ。足プランパナして足下まで届かねえね、チビで。なあラッパー。水野はピッチャーでも起きた。起きた。おはよう。まだよ。おい、坊ちゃん、お前からのリレーで、この野郎3時間27分なってんだよ、お前。もう、俺もう逃げれなくなってんだけど、俺これよ、4時間やってよ。次枠とか言われたら俺やる勢いになってんだけど。なあ。池田は三好は PL 世代です。もうガチンコじゃねえかよ。それで、そこに東洋大姫路とか、あの辺が入ってくんだろ？な。あの頃は、その頃はな、ルシルフル、青森山田なんていう高校なんていねえから。ぶり刺しありがとう、マーロ。決まったアラスビクトリー。だって、お前らよ、青森山田のメンバー見てみ。ほぼほぼ、大阪出身の選手だぜ。明徳義塾君もな。
うん。うん。だって地元、だからさ、あれもさ、地元の高校が甲子園出たの、本当に、もう、喜んでんのかどうか、俺は、そうそうそう、そうなんだよ。結局、ルシルな、党員と理性に行けない奴が、山田なんだよ。そういうことでしょ？うん。ねえ。